まずこの曲をそのオファー受けてくれたことがすごく嬉しかったですしまたこう僕らがどういう人なのかっていうことを音楽もたくさん聴いてくれて映像もたくさん見てくれたそしてその自分たちがこの2020年いっぱいで一度その活動を休止するっていうことも全部知った上でこの曲を作ってくれたっていうことにすごく感謝してます。 人からこう書いていただいた曲を歌うと最初はピンとこなかった歌とかでもみんなで歌うとなんか嵐っぽくなるっていう良さがあるんですけど今回はなんかそれにプラスブルーノっぽさもしっかりあってそこのバランスがすごく僕は感動でしたやっぱ日本特有のリズムだったりメロディーがあると思うしそれをずっと僕らは聴いて育ってるから。 それにすごいやっぱ親しみがあるで、まあ、それを聞いたことのない人たちにはもちろん親しみはないと思うけど自分たちを通してそれを知ってもらったりとか興味をもっともらえるようなきっかけになったら嬉しいなと思いますね。ただ僕たちはずっと基本的に日本語で音楽リリースしてたので、まあ、そういった意味では今まで海外のファンの人たちが日本語,日本語を知り日本を知ってもらっていたんですけど、まあ、今回全編英語の歌詞ということであの去年僕たちが飛行機で回って挨拶したように。 そういう海外で応援してくれてる方々にお届けできる楽曲っていうのがまあ、今回ブルーのに提供していた,だかいただいたかなと思ってますブルーノに書いてもらったことでやっぱり本当により多くの人に聞いてもらえるチャンスだと思うので本当にいい機会をもらったなって思いますね、うん、嵐のことを知らない人でも ブルーノ・マーズを知ってる人は本当にたくさんいると思うしそのブルーノ・マーズが書いた曲だったら聴いてみようかなって思ってくれたら嬉しいなと思うし、うん、僕らもこう20年やってきたんで,でも20年分の楽曲がもう数えきれないほどあるんで、まあ、今回のきっかけになんか僕らの楽曲に触れてくれたらそれで少しでもなんか楽しんでもらえたら。 すごく嬉しいですけどね。